面白いよ。一人なのに、うん、一人で熱くなるとどういう感じなの？え、何？どういう意味？恋人がいなくて、いなかった相手もね、一人だから、一人でちょっと今ね、先に中間一人でも熱く過ごしてくださいって、一人で熱く過ごすって言いたい。何？確かに、しっかりですよね。どういう意味ですか？映像の力を持ち出して雑誌の力を デビューして 10年で今初めてまあいいんじゃないと僕はいいと思うのは皆さんと僕たちはもう今家族だから家族同士も難しいから家族家なら家の前で母さんが俺にいるよって言う僕ですか母さんに言わないで母さんに お母さんに言わないで、うんああ、そうだ。家族だからこそ言えない。言えない。今の関係ってどういう関係？俺は、どんな関係かな？血は繋がってないけど、家族？家族ですね。だから言える。いや、なぜかというと、まあ、幸せは2倍になるし、一緒に。だから寂しさは半分になるし。これが家族じゃないですか？幸せは2倍になる。そう。切なさは半分になる。そう。そうだけど。寂しさは半分になる。半分になる。そう。だから家族ですね。家族だから。そうそう。皆さんちょっとお願いがあるんですけど、今の話はね、絶対家族とか友達に LINE しないでください。そうですね。チュチュ。わかりました。何が深い言葉で分かることになって、ね、あ、ちょっと俺行ってくるね。何ちょっと映像見に行くね。もうできないじゃん。だってあ、ねえ、お父さん、いや、この写真がめっちゃ焦ってる。今ずっと言いながらもできないし、どうしようって感じですよね。さあ、こういう感じはどうですか？ジェジュンやらしいね今日ね。ジェジュン、ジェジュン S？ これは M だね。どうも。トモレムじゃないけどまあ。本当心配だね。こういう話するグループあるんですか？いやこういう話までできるグループあるかな？
ああ、そうですね。今日なんか疲れますね。今日重要なのはこの次の曲が最後の曲ですね。最後の曲だからなんかちょっと残念な気持ちでやりたかったんですけど、みーちゃんの盛り上がって、あれ、なんか曲よりもっと盛り上がったんじゃない。今ライブしてね。 盛り上がって、まとめましょう。みんな、ジェジョンは元気だからね。よし。はい。じゃあ、よし。今までは編集で。編集できない。<笑><笑> じゃあ編集、僕たち3人で、まあ、なんか映像とか撮るじゃないですか、最近も。まあ、いろいろ映像撮ったら、コメントとか、なんか映像で皆さんになんか、まあ、インターネット、にアップして、見せるため、なんか撮ってますけど、正直言ったら、なんか30分撮って、5分くらい出る感じですね。<笑> なぜかというと、しょうがないですよ。その25分ぐらいは下ネタです。下ネタ。し、本当にまあ、なんていうか、本当に放送されたら、危ないね。本当に危ないね。話ばかりで、5分ぐらい、編集されて、夜中しか放送されないね。もうちょっと時間、なんか経ってからは、全部それを見せてるんです、皆さんに。ね。 家族だから、本当に見せたらダメな部分まで見せたくないよ。見せたらダメな、そういうなんか本当に深い部分、本当になんか隠したい部分に皆さんと共有できるように、その時まで皆さんずっと応援してください。結構、あとからじゃない。 俺ね、次の曲集中できない。